チカマウガの戦いは南北戦争の西部戦線におけるテネシー州中南部とジョージア州北西部で1863年9月18日から20日に行われた戦闘である。チカマウガ方面作戦と呼ばれる北軍構成の最後の戦闘だったが北軍は西部戦線では最大の敗北を起死した。対戦したのは北軍ウィリアム・ローズクランズ少将指揮する カンバーランド軍と南軍ブラックストンブラック将軍、指揮するテネシー軍であり、戦闘名は、チャタヌーガ中心部の北東約三点五マイルで、テネシー川に注ぐチカマウガクリークから取られた。北軍、ローズクランズは八百六十三年夏のタラホーマ、方面作戦では、テネシー州マーフリーズバラから南東に動いて、わずか五百六十名の損失だけで、ブラック軍を、テネシー州、 チャタヌーガまで追いやることに成功した。チャタヌーガを占領できれば、ジョージア州、アトランタやその先の南部中心を襲うためのドアが開かれるということだった。総司令官ヘンリー・ハルックは、ローズクランズに早く動いて、チャタヌーガを取るように接続いていた。エーブラハム・リンカーン大統領は、チャタヌーガを支配する者は、戦争に勝利できると宣言した。チャタヌーガは南軍にとっても、 重要だった。その場所は、ルックアートさん、ミッショナリーリッチ、ラクーンさんよびストリンジャーリッチに囲まれ、戦略的重要さがあった。さらに、チャタヌーが鉄道中継点であり、航行可能なテネシー川に沿っているので、金融、商業及び製造の中心だった。ローズクランズは、数週間遅延したが、ついに8月16日に構成を再開し、 南軍の南からの供給線を脅かすことで、ジャタヌーガから追い出そうと図った。その経路での大きな障害は、テネシー側だった。ローズクランズは、ケーパートンフェリーでのとかを、ブラック軍から妨害されないように、陽動作戦を工夫した。第二次ジャタヌーガの戦いはその陽動作戦の一部だった。第十四軍団のジョン・ティー・ワイルダー大佐が、チャタヌーガ近くに一個団を移動させ、 二週間に渡って市内を砲撃し、ブラックに北軍が進軍する方向をわからないようにした。ローズクランズ軍は抵抗なしにテネシー川を渡った。そこで直面したジョージア州北西部の地形は厄介なものであり、ルックアート山やミッショナリーリッチと呼ばれる長く連なった岩だらけの山岳であり、そこの道路網はお粗末だった。ブラックと南軍の指導層は、 この展開に神経質になっており、ブラック軍を補強する手はずを取った。ジョセフ・ジョンストン将軍は9月4日までにミシシッピ州からハイラム・ティー・ウォーカー少将の1個師団を派遣し、ロバート・イーリー将軍はバージニア州からジェームズ・ロング・ストリート中将の1個軍団を派遣した。ローズ・クランズ軍の3個軍団は、その移動に適した3つしかない道を分かれて進んだ。右手は、 アレクサンダー・マクック少将の第20軍団でアラバマ州バレーヘッドに向けて南西に進んだ。中央はジョージ・ヘンリー・トーマス少将の第14軍団で宗教を超えたトレントンに進んだ。左手はトマス・エル・クリッテンデン少将の第21軍団でルックアウト山を回って直接チャタヌーガに進んだ。9月8日、ブラックは ローズクランズ軍が背後で川を渡ったことを知り、チャタヌーガを開け渡して、ジョージア州ラファイエットに向けて、ラファイエット道路を南に移動した。ブラックは、ローズクランズ軍の配置に気づいており、その孤立した軍団を一つずつ叩くことで打ち破ろうと、考えた。北軍の軍団は互いに40マイル以上離れており、支援し合うには、離れすぎていた。ローズクランズは、 ブラック軍の士気が落ちており、ダルトン、ロームあるいはアトランタまで逃亡すると考えていた。しかし、ブラック軍は、ジャタヌーガから20マイルほど南のラファイエットで、宿営した。脱走兵のふりをした、南軍兵は手間をかけて、この宿営所に戻った。ローズクランズは、マクックにウィンストンズ・ギャップで、ルックアート山を抜け、その騎兵隊を使って、レザカで、 ブラック軍の鉄道供給船を破るよう命じた。クリッテンデンはチャタヌーガを占領し、続いて南に転じてブラック軍を追跡することとされた。トーマスはラファイエットに向けた進軍を続けた。9月10日、トーマス軍団のジェームズ・ネグリー少将の先見師団が南軍トマス・シー・ヒンドマン少将師団と遭遇し、ピジョンさんのダグギャップで小競り合いが起こった。この小戦闘は、 デービス交差点の戦いと呼ばれた。この遭遇後、ネグリーンの北軍は、ルックアウト山のスティーブンズ・ギャップまで後退した。ブラックは、クリッテンデン軍団を攻撃することに決め、9月13日早くに、レオニダス・ポーク少将に、ポーク軍団とウォーカー軍団で、クリッテンデン軍団の先遣師団である、トマス・ジェイウッド巡将の師団を攻撃するよう命じた。 クリッテンデン軍団は分散しているものと見ていた。しかし、ポークはクリッテンデン軍団が実際には集結しているのを認識し、攻撃しないことに決めてブラックを激行させた。3日間のうちに2度までもブラックはその部下にタイミングよく攻撃させることができず、ローズクランズ軍は遅ればせながらその戦力を集結させた。9月17日までに、 北軍の参考軍団は互いに接近し、個別に撃破される恐れが減った。しかしブラックはまだチャンスがあると思っていた。バージニア州から、ジェームズ・ロング・ストリート中将の部隊とミシシッピ州から、ブッシュロット・ジョンソン巡将の部隊が到着して補強され、9月18日の朝にクリッテンデン軍団の左翼に出て、ジャタヌーガの補給基地から北軍参考軍団を遮断しようと決めた。 9月18日、ブラック軍は、ラファイエット道路を北に進軍し、クリッテンデンの第21軍団と交戦した。ブラック軍の騎兵隊と不評隊が、北軍の騎兵隊及び、ロバー・ミンチ大佐とワイルダー大佐の騎乗不評隊と戦った。ジョン・ベルフット、ウォーカー及び、サイモン・ B ・バックナーの部隊がこの圧力に対抗して、ウェスト・チカマウがクリークを渡り、 クリークのすぐ西で露営した。クリッテンデンの軍団は彼らの陣からは西に1マイルの位置にいた。ブラック軍はある程度吸収できたが、それに強行に付け込むことができなかった。ローズクランズは朝に降軍する南軍の上げる砂ぼこりを観察し、ブラックの作戦を予測した。トーマスとマックックにクリッテンデン軍団の支援を命じ、南軍がクリークを渡っている間に、 トーマス軍団がクリッテンデン軍団の後方に到着し始めた。9月19日の朝、トーマスの4個師団はクリッテンデン人の北に広がった。しかし、ブラックはトーマス軍団が到着したことを知らず、クリッテンデン軍団が北軍の左翼を占めていると考えていた。北軍の指揮官たちは南軍の配置変更をやはり知らず、前夜に、 南軍がクリークを渡ったことも知らなかった。その朝早く、バックナーの軍団とベンジャミン F チーザム少将の師団がフットとウォーカーの部隊に合流した。その朝の戦闘は、トーマスがその前面にいる敵は、ネイサン・ベッド・フォード・フォレスト准将の騎兵隊に属する小さな部隊だけだと信じて攻撃したことで始まった。戦闘は拡大し、ブラックとローズクランズが、 さらに部隊を投入したので1日中続いた。戦闘は片方が攻撃すれば他方が反撃するという形で行き来したが、時間の経過とともに南軍の勢力的優位が感じられ始め、北軍はラファイエット道路の方へゆるりと後退した。その夜、ローズクランズはその部隊を再配置して、より密集した防御線を敷き、ブラックは9月20日に、 北軍の左翼を包み込むことをもう一度試みることで、攻勢を再開する作戦を立てた。ブラックはその軍隊を二つの翼に再編し、現存する指揮体系にではなくその時の部隊配置に、基づいてポークとロングストリートに指揮させた。ブラックはその日の戦闘の厳しさに気づいておらず、ロングストリートがその夜に到着した時、部隊は前線に着こうとする際に、 かなりの小競り合いを演じてきたと語った。9月20日、南軍 DH ヒル少将が午前7時半に北軍の右翼を攻撃すると想定された。しかし、ヒルの攻撃は2時間遅れ、後に命令を受けていなかったと主張したが、翼の指揮官から外されてむくれていたと考えられている。トーマス隊の兵士は、ケリー農園周辺の前線で静かな朝の時間を使って、 旧護士らへの強壁を作って過ごしていた。その後間もなく、ヒル隊の攻撃が始まり、その一師団であるジョン・ブレッキン・リーチ少将の師団が、トーマス隊の左翼を攻撃し、その側面をついて一時は、トーマス隊の後を取った。午前10時15分までに、予備隊として置かれていた、ネグリーの師団の一部が北に押し出し、その攻撃を撃退した。南軍の次の攻撃は、 パトリック・クリバーン少将によるものだったが、ケリー農園の強壁からの銃火で止められた。ブラックは北軍左翼への攻撃が失敗することを心配し、前線にわたる攻撃を命じ、側面攻撃から正面攻撃に戦術を変えた。午前11時、アレクサンダー・ピース・チュアート少将とウォーカーによる攻撃が撃退された。トーマスが援軍を要求し、 ローズクランズはその側面に対する初期攻撃に対応して部隊を動かし始めた。午前11時頃、T.J. ウッド将軍はトーマス隊の支援を命じられたジョン・ミルトン・ブラナン巡将の師団との入れ替わりを命じられた。しかし、ブラナンはスチュアート隊に攻撃された後でこの命令に従わなかった。その命令は書き方がまずく、ウッドには レーノルズ隊に接近して支援するように告げられていた。ウッド隊はレーノルズ隊に近づけなかったが、その兵士を支援できる陣地には移動させた。このために隙間が生じてしまい、ロングストリートの翼全軍が攻撃した時に、軍団長マクックがこれを埋めようとした。ロングストリート軍はこの隙間に付け込むことができ、北軍が動いた時にその側面をついた。 ロングストリートは意図しなかったものではあったが吸収を成功させ、この戦争での勝賛に値する評判を勝ち取った。隙間を開けられた北軍は、ローズクランズと共に撤退を始め、マクックとクリッテンデンの軍団がそれに続いた。午後1時までにトーマスは戦場に残された唯一の物体となった。ローズクランズからは、ジャタヌーガの方向にある数マイル北のロスビルまで、 撤退するように伝言を受けた。しかし、戦場の北のマカフィー協会付近にいた、北軍予備軍団の指揮官、ゴードン・グランジャー少将は、南の法制を聞いて、独自の判断で、ジェームズ・スティードマン巡将を、トーマス隊の支援に送った。スティードマンは午後2時半ごろに到着し、ロングストリートが、トーマス隊の右翼を包み込もうとしている時に間に合った。午後4時ごろ、 ロングストリートは最後の攻撃を試みたが強固な北軍の守備を破れなかった。同時にトーマスはチーザムからの左翼への再開された攻撃も撃退した。この戦いに参戦したフロリダ州兵士に捧げられた記念碑トーマス隊はその夜、ロスビルまで撤退した。その日の英雄的な守りで、チカマウガの岩というあだ名をもらった。その部隊が果敢に戦ったのは事実だが、 その決断力が北軍を第三次から救ったと認識されている。ブラックは大きな損失をこむっていたことと平坦の問題もあったために北軍の追撃ができなかった。9月21日、ローズクランズ軍はチャタヌーが市内に撤退し、南軍はそれを取り囲む高地を占領して北軍を包囲した。ローズクランズはこの包囲を破れず10月19日に カンバーランド軍指揮官から外された。ブラック軍の包囲を破ったのは、ユリシーズ・グラント少将とウィリアム・シャーマン少将の救援軍であり、11月の第3次チャタヌーガの戦いだった。南軍は、その勝利で北軍の進行を止めたが、近間ウガの戦いは損失の大きいものだった。両軍で34,624名の損失が出たとされている。ありがとうございます。